おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、蛇の命、続きやっていきたいと思います。前回はね、またもや温泉で、蛇従業員、かっこシェフが、お亡くなりになっていたと。で、それで、なんか死因が毒殺だっていうところだったので、ポイズンスネークが疑われて、今、事情聴取を受けているというところでございます。でもね、私個人的にはヘビ従業員じゃないと思ってる。間違った。ポイズンスネークが犯人じゃないと思ってるので、まあ、他に証拠があるんでしょうってとこで。無実なのにな。そうだね。君はきっと無実なんだよ。だから私がその無実を晴らす、無実を晴らすじゃねえわ。無実を証明してあげるよ。この毒ヘビが口を割らないようなら、直接体内を検査する必要がある。真犯人が見つかったからといって大型種が白とも断定できんよ。この毒蛇と大型種は部屋が隣同士だから結託している可能性もあるのだよ。蛇はそんなことしない。ラーメンがある。ラーメンあるけど、まあ別に今はあれだね、 HP 別に減ってないからいいから。この大浴場内には証拠品はなさそうだよ。そうなると他に調べられそうな場所は、お、めっちゃ経験値くれるじゃん。サンキュー。ここ毒あるらしいけど大丈夫ですか、入って。シフを殺した動機は料理にネズミを入れられて腹いせってところだろうね。本当かな。犯人はポイズンスネークで決まっている。証拠品とか集めたりするなよ。あとロビーに人を集めたりするなよ。それ、フリですよね。押すなよ、押すなよのフリですよね。私前回ちゃんとそれやって、罰金払わされてるんで。屍のようだ。ここに行けってことかな。ああ、そうじゃんね。最後のバール所持数。ちょっと待って。まずいろんな人から話を聞く。食堂の地下階段は木の扉だけのセキュリティに対して、こっちの地下は鉄格子で封印。これは闇が深いわね。まあ、こっちになんかあるってことでしょうね。ムカデがなんであの解毒剤瓶を持っていたか気になるよ。お、重要ですね、これはね。仮釈放されたよ。よかったね、大型衆。よち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 。君は無実だもんね。私は信じてるよ。どう最近。ここでも聞いてくるのね、どう最近くんは。どう。そんなにしつこく聞かれても、最近はそうですね、人と会う機会も減っていますけれども、私は新しいアルバイトを始めましてですね、そこの従業員の方たちがみんないい人たちでね、まあいい感じですよ。何を言わされてんだ。で、うちの旅館で気まぐれパッパパくれるのは、気まぐれパッパってなんだ。うちの旅館で気まぐれパスタを作れるのはシェフだけだったのに。シェフは料理で忙しかったから温泉に入る暇なんてないよ。あの毒蛇の客に無理やり誘われたに違いないわ。どうなんだろうね。とりあえずじゃあ地下行ってみますか。最後のバールで破壊して。あら、なんかここにめっちゃ火あるけど大丈夫。まあ、消火器があるとはいえ、これ火事になっちゃうと思うんだけど。大丈夫かしら。で、これは蛇撃退マシーン。で、あれ？これ最後のバールじゃね？これ。でもこっから先行けないか。そっか。もう一個バールが必要なんだ。ここにいっぱいあるんだけどな。で、これは何？人工温泉装置。あー！はい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 。これは事態が急変するぞ。電動式、4種の素材が配合される仕様。アイテム欄からも確認可能。そうだ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 、証拠品が見つかりました。電話か旅館の従業員に相談することでいつでも推理パートに突入できますと。そうだよ、なんか忘れてんなと思ったけど、これよね、この人工温泉装置が前提として、毒瓶と解毒剤をすり替えたっていう、あれだ、そうそうそう。なんか解毒剤と毒瓶をすり替えた犯行だったような記憶はあったんだけど、どうやってすり替えたらこう温泉で人が死ぬんだろう、人じゃねえわ、蛇が死ぬんだろうって思ってたんだよ。そうだわ、このこと忘れてたわ。じゃあちょっと集めてもらいましょうか。
証拠が見つかったの？見つかってる。謎は解けた。皆さんを集めてください。ダメよ。ダメですか。うちの旅館で気まぐれパスタを作れるのは、証拠が見つかったって？謎は解けた。皆さんを集めてください。ダメ、呼ばない。呼んでもらえない。意地悪。これはなんか記憶があるな。ダメって言われた記憶あるわ。なんかミミズがこんなところにいるんだけど。ミミズくん、まあ、特に理由はないね、そこにいる理由は。で、ムカデがなんであの解毒剤瓶を持っていたか気になるよ。そう、従業員に話しかけるんだよね、多分ね。ん？証拠品が見つかったって？謎は解けた。皆さんを集めてください。よし、オッケー。もうみんな集まってるけど集めるよ。あ、確かに集める必要ないじゃん。推理パートに突入します。めっちゃ今日滑舌がガバガバかもしれません。許してください。推理パート結合詞編前半編前半戦。長期戦になります。選択肢の難度も上がってくるので、ヒントや回復アイテムを活用しましょう。わかりました。また探偵のヘビが出しゃばりやがったか。爆発の日が迫っている以上、探偵ごっこもそろそろ終わりにしてほしいものだ。それに犯人はポイズンスネークで決まっただろう。今さら蒸し返すなよ。新たな証拠が見つかったそうだよ。証拠ごときで結論は変わらんよ。事件の根底を覆すような証拠でもない限りはな。それがあるんですよ。そう、言葉通り根底を覆すような証拠がね。事件の根底を覆す証拠品を提出してね。なんとですね、この温泉は人工温泉だったんですよ。人工温泉装置？地下に人工温泉装置だと？どういうことだ？知らないわよ、そんなの。蛇のザレ言よ。このババア、認めないつもりだな。だったら、地下にある人工温泉を直接見に行けばいいよ。地下への鉄格子はなくなっていることだし。ダメダメ！地下は立ち入り禁止だよ。利用規約にも書いてあったろ。もうそんなこと言ってる場合じゃないでしょうが。そういえば地下への立ち入りは不法侵入罪で逮捕なんだっけ？それじゃあ地下に侵入せずに人工温泉の存在を立証するしかないな。そういえば今朝の大浴場の開始時間が遅かったような。人工温泉間違った、温泉の開始時間が遅かった理由、あれが原因なのでは？雪崩の影響、停電の影響、これでしょうね、停電の影響。人工音声、音声じゃねえのよ。人工温泉装置なんだから、停電が起きたらその電気で動いてるわけだから影響するよね。停電でしょ。停電？そういえば夜中にあったね。停電は関係ないよ。温泉と何のつながりもないじゃないのさ。停電によって温泉が遅れた理由とは？暗くて温泉の準備に手こずったから。温泉自体が電気で動いているから。こっちです。そうだよ、停電が起きたことで人工温泉の再稼働に手間取ってた可能性が高いよ。違うったら、遅れたのは昨日の事件の死体処理に手間取ってたからだよ。で、温泉が電気で動いてるなんて憶測に過ぎないわ。もう動揺しすぎて噛みまくってますね、おかみさん。ちょっとそれはね、汗が吹き出てますよ。私が噛んだだけなんですけどね。温泉が電気で動いている証拠になりそうなデータがあればな。わからない場合はヒントを活用してね。電気で動いている証拠になりそうなデータ、証拠提示ちょっとしてみようか。なんだろう。温泉不自然に短い。電気で動いてる証拠になりそうな。これ温泉入浴は3分まで。これくらいじゃない？だって解毒作用も回復効果もまあ普通の温泉にもしかしたらあるのかもしれないし。でもそれよりかはこっちが不自然なんじゃないかな。よし、オッケーオッケー。温泉は1日3分？
そういえば利用規約に書いてあったけど短すぎるよね。温泉なんて減るもんじゃないのに。そうか、入浴時間がやたら短く設定されてるのは電気代をケチるためなんだよ。つまりこの温泉はやっぱり電動式の人工温泉なんだよ。入浴時間が短いのは順番待ちを避けるためだっての。温泉が狭い分時間が短くなるのは当然だろ。まだ言い逃れる気か、しぶといババアめ。人工温泉を認めさせるにはもう強行手段しかなさそうだよ。そういえば旅館の弱みになりそうな出来事がつい最近あったような。旅館に人工温泉を認めさせる脅迫材料を証拠データの中から選んでね。え、なんだろう脅迫材料。これだ、ハンターが殺害されるこれでしょ。はい、OK。 そうだよ、旅館内で殺人が起きてる以上人工温泉がどうの言ってる場合じゃないよ。もう諦めるしかなさそうだよ。ヘビ従業員、口を割るかい？わかったよ。認めりゃいいんでしょ？ようやく白状したか。ようやく白状したか。人工温泉について詳しく説明したまえ。人工温泉の成分は、香料、合成着色料、ポーション、解毒剤の4つの瓶から少量ずつブレンドされる仕組みだよ。少量のポーションや解毒剤が回復効果を担っていたんだね。まあとにかく温泉が人工だろうが天然だろうが、毒を放ったのはポイズンスネークってことには変わりない。そこのヘビ、何か言いたげだな。さっきムカデが持ってた解毒剤の瓶、その人工温泉用の解毒剤瓶なんだよ。ギーク、図星疲れてるね、ムカデくん。え、旅館の備品を？人工温泉に含まれる4つの瓶のうちの1つ、解毒剤をムカデが盗んだってことね。なぜそれをもっと早く言わなかったのだね。人工温泉に関することは旅館内の機密事項だから黙ってたんだよ。もう人工温泉がバレちゃったから話すことにしたよ。ムカデが解毒剤を取り除いたからシェフが毒で死亡した。だったらムカデが犯人で決まりだね。ん？これで容疑が晴れたよ。いやいや、発想を逆転させたまえ。ポイズンスネークの容疑が深まったのだよ。そうよね。解毒剤が取り除かれたということは、温泉での毒殺が容易になったことは意味するだろう。意味するでろうだって。意味するだろう。普通に考えて犯人は解毒剤瓶を取り除いたムカデだよ。解毒剤さえ効いていればシェフは毒死しなかったんだから。死因は毒死なのだから実行犯はポイズンスネークだろう。ムカデはあくまで解毒剤を取り除いただけ。まあ別件の窃盗犯ってところだな。そういえばムカデが言ってた新しいビジネスって、その解毒剤を売るビジネスなの？5000ゴールドのバールを2500ゴールドに値下げして、代わりに解毒剤を500ゴールドで売るビジネス。あれ？矛盾していますよ。儲けが全く出てないじゃないですか。5000ゴールドのバールを2500ゴールドに値下げして、代わりに解毒剤を500ゴールドで売るビジネス。損失は？2000ゴールド。よし。計算が遅い。そうだよ。もっと儲かるどころか、これじゃあ2000ゴールドの損失になっただけだよ。解毒剤瓶を500ゴールドで売るだけなら確かに元は取れない。だったら他の瓶も盗んでいたのではないかね。人工温泉の瓶は確か4つだったよね。ヘビ探偵の調査記録によると、今現在ちゃんと4つあるみたいだよ。矛盾してるよね。だってその4つからなるって言ってて、1つが盗まれてるのに今4つあるっていうのがおかしい話で、どれかが毒瓶にすり替わってるんじゃないの？矛盾してますよ。矛盾してるって？人工温泉に瓶が4つあるのは正常な状態よ。瓶の数が多いです。よし。瓶の数が多い？そうだよ、解毒剤瓶はムカデに抜き取られているはずだから、瓶の数が4つ全て残っている状態の方が異常なんだよ。
まあ4つ全て残っているんなら俺は関係ないってわけだな。解毒剤瓶を抜き取っていないってことだからな。どうした警察犬。警察犬が地下に潜っちゃったよ。危険物でも察知したのかもしれん。パンチですね。ん？やっぱりほら毒瓶じゃんこれ。ガウガウと。なんか瓶を加えてきたぞ。これは毒の入った瓶ですね。そうか、この毒瓶が謎の4つ目の瓶。犯人は解毒剤瓶をこの毒瓶にすり替えたんだよ。ここの要素だけ覚えてた。くそー、これ以外全部忘れてるわ。瓶をすり替えるだけならポイズンスネークじゃなくても温泉で毒殺が可能になるわね。ぐう。そうなると解毒剤を毒瓶にすり替えた犯人は当然毒瓶の蓋を開けてムカデに突きつけることもできるんだ。でも腕力私そんなになかった気がするから突きつけるしかないか。ちょっと一回こっちやっていいですか。蓋を開けてムカデに突きつけたい。あ、腕力足りなかった。危ないことしちゃダメよ。はい証拠品としてムカデに突きつける方向で議論に戻りますちゃんと修正してくれる、優しい。そうだよ、元の解毒剤瓶を持ってたムカデが毒瓶にすり替えた犯人だよ。そのソエルには致命的欠陥がある。事件前の地下への階段前には鉄格子があったはずだよな。つまり現場は密室のようなもの。こんなにスカスカなんだからあなた通れるでしょう。地下に降りれないのに地下の人工温泉で瓶をすり替えるなど不可能だ。あんたには最後のバールがあるじゃないの。そのバールで鉄格子を破壊すれば地下に侵入できるじゃない。最後のバールならそこのヘビ探偵に撃っちまったよ。つまり俺が地下に降りるのは不可能だ。売る前に鉄格子を叩き壊わわ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 売る前に鉄格子を叩き壊しておけば地下に入れるでしょ。減るもんじゃないんだし。いやー減るんですよこのバール。一回使うとなくなっちゃうんだよね、実を言うとね。減るもんなんだよ。バールは消耗品。扉を破壊した衝撃でバールごと壊れる仕様だ。そうなるとムカデが鉄格子を破壊するタイミングはなさそうだよ。破壊する以外に鉄格子を超える方法があればな。最後のバールを使用せずに鉄格子を乗り越える方法は？この選択肢は遠回り近道ルートの選択が可能。へぇ、すり抜けショートカット。鍵を開けて侵入。いや、こっちじゃないの？普通に通れると思うんだけど。ガバガバでしょ。蛇特化の毒なんだからムカデには効かないんじゃないの？すり抜ける？そうか、鉄格子に塗られている毒はあくまで蛇特化の毒だよ。そう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 。つまりムカデならサイズ的にも鉄格子をくぐれるはずだよ。そうなると地下に侵入して人工温泉の解毒剤を毒瓶にすり替えたのはムカデしかいないよ。ぐー、もうムカデの犯行は確定ね。刑事さん、さっさと逮捕しちゃってよ。あら、黙り込んじゃったよ。黙り込んじゃったよ。いや、犯人はポイズンスネークだ。なんでだね刑事さん、あんたはなんでそんなに固くななんかね。オラに負けたくねえ気持ちはわかっけどな。あんた、そうやって、突っ張ねてと、アホに見えると。へえ、どうしてだい？どう考えてもムカデの犯行じゃないのさ。そうだよ。いつもいつも蛇ばかりに理由もなく罪をなすりつけて。理由ならあるのだよ。三つもな。うわぁ、まだまだ先は長そうだな。さすがは無敵の間違った無敗ですね。さすがは無敗の刑事。いい仕事するじゃねえか。まず第一に、ムカデが鉄格子をくぐれるのは事実だが、それを言うなら、ポイズンスネークも毒耐性がある以上、鉄格子をくぐれるはずだ。くぐってないんだけどね。二つ目の理由。この閉鎖された旅館内では毒の調達自体が不可能だ。そうだね。そうですね。
初日にムカデの持ち物検査をした件は覚えているな。あ、荷物検査か。初日にムカデの荷物検査をした件は覚えているな。うん、そうか。確かムカデの荷物からバールが発見されたとか。発想を逆転すればバール以外の危険物は見つからなかったってことだ。まあってことは、そのこの旅館内で毒を調達することでしかムカデは犯行可能にならないってことでしょ。なるほど。つまりムカデは毒を所持していない。そうなれば毒を調達できるのは体内に毒を持つポイズンスネークに絞られる。そして三つ目の理由、そこの蛇の死骸を見たまえ。何か訴えようとしてないかね。これは数字の9。あ、9だっけ。あれ 6? あれ、いや6だよ。6、ダイイングメッセージだよ。この9という数字が犯人を示しているのだよ。これがダイイングメッセージ。こじつけにも程があるよ。最後に事実を語るのは数字なのだよ。数字は嘘をつかないからな。またゲーム感覚で推理するつもりだね。被害者が蛇だからって。その被害者自身が数字の形をして死ぬのが悪い。ゲーム感覚での推理は被害者公認なのだよ。うわー、ムカつく。こんなダイイングメッセージ、捜査を遠回しにしたい口実だよ。相手にする必要ないよ。ダイイングメッセージを信じる、ダイイングメッセージを無視。40以上はこれ無理だから。無理だもんね、レベルが足りないから。手がかりにするしかないな。そうね、捜査が遠回りになるだけだと思うな。これがダイイングメッセージだとして、まずこの9って数字が何を表してるのよ。このダイイングメッセージが示すものは、犯人の攻撃力、犯人の部屋番号、犯人の口座の暗証番号、一桁なわけがないんだよな。口座の番号が一桁だったら困っちゃうんだよな。いやー、普通に考えて部屋番号じゃないですか。そうよ、この数字部屋番号を示しているのよ。部屋番号？部屋番号なんていちいち覚えてるものかな。うちのシェフはデリバリーもするから、誰が何号室の客か把握してるはずよ。つまり犯人は9号室の客ってわけだ。9号室って確かポイズンスネークの宿泊部屋ね。そう、ポイズンスネークに殺されたから9の形になって死んだわけなのだよ。違うよ、殺してないよ。とぼけても無駄だ。お前の悪事は9という数字に集約されているんだよ。つまり犯人は9号室のポイズンスネーク、6号室の俺には関係ない話だ。自分で墓穴掘ってる奴がいる。あ、セーブしつつ意義とかある。ちょっとセーブしつつ意義しましょう。セーブしつつ意義も唱えることで意義ミスダメージをカットしつつセーブもできるお得なプランのやつだよ。セーブ画面を閉じた瞬間にオート意義が発動されるわ。オート意義とは。じゃあセーブしましょうか。じゃあセーブしたいけど、セーブしてオート意義になったら続き始まっちゃうよね。一回終わりたいんだけど、とりあえずセーブしますね。はい、オート意義を発動しました。オート意義を発動したところなんですけれども、じゃあ今日はこんぐらいで終わろうかなと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。まあ証拠も集まってることですし、まあポイズンスネークな感じもしないし、なんか刑事とブラックドクターはなぜかこのポイズンスネークに罪をなすりつけようとしてくるしで、まあムカデが犯人なんでしょうねって感じですね。じゃあ次回ムカデを追い詰めて追い詰めて追い詰めまくっていきたいと思いますよ。オツピオでーす。